おっす。お風呂が沸くまでホラーノベル。どうも、暴走族夜会です。わっちょいわっちょい。やっていきましょう。今回から、反時計回り。選んだ選択肢によってそれぞれの話の内容が変化しますってことは、やっぱりそうなんだ。全員話変わるんだ、これで。楽しみー。そういうことか。ちょっとよくわかってなかったわ。ほら、磯野から始まんの？ってことは最終話が、サルトビさんなんだ。半時計はもう、サルトビさん一番は決定なのかなと思ってた。だから、磯野が最後になると思って、戦々恐々としてたんだけど。磯野じゃねえや。なんだっけ。あのつまんねえ話してたやつ。ちょっと待って、思い出すわ。沢田さんだ。そうだ、沢田浩二。トップバッターは俺かい。いやー、なんか緊張しちゃうな。お前前回許してねえからな。殺害野郎、殺人者がよ。今回は違うシナリオですから、君は殺人者にはならんのだろうけど、でもいいスタートダッシュを切ってやるよ。自信家だな。俺が完璧に締めてやるよって言ってたし、あれ喋ってた時、完璧に締めてやるよっていう話してた時、お前殺そうとしてたん？殺人の話しようとしてたってこと？もういいか、早く始めようか。俺がマジで体験したとっておきのとびきり怖え話だな。この音楽叙情的でマジで好き。おめえらダチのことは信用してるか？ちゃんと心の底から。俺はある一件のおかげで少しだけ疑り深くなっちまった。その一件について話させてもらうよ。目つき悪すぎなんだけど君。それはある日の真夜中、俺はこの暴走族のチームに属しているある3人と一緒に、うちの学校に忍び込もうという話になったことになった。なんだこのナチュラルキラー犯罪者は。ナチュラルボーン犯罪者か。忍び込もうということになった経緯としては、まあ適当な集会の場所が欲しかったのでってのと、ちょっとした遊び心だな。その定期的に学校で開こうぜみたいな。ほら、肝試しも兼ねてって感じだよ。全然納得できんけど、まあいいや。頑張れ。俺たちはいつもより浮ついた気分で真夜中の学校にやってきた。夜の闇にそびえ立つ校舎は、昼間の姿とはまるで別の建物に見えたよ。うちの学校に怖い噂があるとか、近くに墓場があるとか、そんなオカルト話はなかったんだが、夜の学校ってだけで何かがいそうな気がしてくるんだよな。明るい昼間の賑やかさとのギャップでそう思っちまうのかもしれねえけど、なかなか語るじゃないか。いそう。しっかりと施錠された門を飛び越えて、俺たちは敷地内に乗り込んだ。しんと静まり返った運動場を抜けて、校内に侵入してやろうと思ってきて、も、やろうと持ってきていた鉄パイプを、教室の窓ガラスに向けて振り上げたとき、もう絶対集会所にできないよ、そんな。もういきなり秘物破損しようとしてるやんけ、お前。ちょっと待ってくれ、その。ほら。それ秘物破損に当たらないか。常識人がいてよかった。三人のうちの一人が突如俺の肩をつかみ動きを制してきた。なんだよ。あのさ、まさか今からやっぱ帰ろうとか言い出すんじゃねえだろうな。ここまで来て帰るなんて冗談じゃねえぞ。制された俺はそんなことを思って身構えていたが、そいつは俺が全く予想だにしていなかったセリフを口にした。体育館に行こうぜ。は？体育館？なんで体育館なんだよ。突拍子もない提案に驚いたのは俺だけじゃなく、他の二人も俺と同じような顔をして、提案してきたそいつの顔を覗き込んだ。体育館の方が面白そうだろう。面白ければいいんかい。いぶかしがる俺たちをよそに、そいつはピクリとも表情を変えず、意味深なセリフを口にした。面白そうという言葉の意味はまるでわからなかったけど、なんだかそのセリフには妙な説得力があってさ。その場のおどろおどろしい雰囲気も手伝っていたんだろうが、本当に何か面白そうなことが起こるんじゃないかって思うには十分な言い方だった。そうか。お前の言葉に説得力ないから俺を説得できてないぞ。体育館の方が面白そうだろう。体育館に行こうぜ。体育館の方が面白そうだろう。そんだけか。言い方？体育館の方が面白そうだろう。ダメだな、それじゃ。特に断る理由もなかった俺たちはそんな雰囲気に飲まれるように了承したよ。今日俺うるせえな。すいません。真面目に読みます。言い出しっぺのそいつ。ああ、そいつそいつってのも面倒だな。とりあえずそいつは Y 君って名前にしとくぜ。体育館にいようと言い出した Y を先頭に、俺たちは体育館へと向かった。
こいつがなんか信用できなくなった原因なのかな。あーそうそう、うちの学校の体育館は随分と古い作りでな、そりゃ床も天井も汚ねえのなんのって。同じ学校がやってる不良ではないのかな、この5人は。それぞれ違うところから集まってんのか。床の隅っこにはすっかり固まっちまったガムとかがこびりついてたりするんだぜ。あ、すいません、お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。そんな体育館で集会しようだなんて今になって思い返すととんでもねえ判断だなって思うよ。体育館に着いた俺は当然入り口に鍵がかかっていることを想定して入り口の窓ガラスを割ろうと短絡的すぎないよお前。さっきと同じようにもう一度鉄パイプを握りしめた。まあまあまあ、でも入れないからな、割らないと。だがそんな俺の横をすり抜けて Y がズカズカと入り口の前に歩み寄ったんだ。おい邪魔だぜ。そう言おうと Y の方を向いた時、 Y は入り口のドアノブをつかみ思いっきり手前に引いた。するとだ、なんとドアには鍵はかかっていなかった。思いっきり引かなくてもあっさり開いたんだよ。偶然閉め忘れたかね。ポカンとする俺たちを尻目に Y は不思議そうにそう言って一足先に体育館の中へ足を踏み入れた。罠か Y の。もちろん俺たち3人も Y の後に続くようにそろりと中に入ったよ。おーいいね、バスケットゴール。真夜中の体育館はまるで別世界だみたいだった。パッと開けた天井とだだっ広い床に広がる青い暗闇が現実の世界を一瞬だけ忘れさせてしまう異世界を作り出していたんだ。怖かったかと聞かれれば確かに怖かったんだけどよ、やっぱり複数人でいたのが聞いたのかな。幾分楽しんでたね。まあね、たくさんの窓から入ってくる月明かりのおかげでちょっと目が慣れればある程度は視界が確保されたし、だだっ広い空間も開放感があって気持ちよかった。別世界な感じになるだろうね。俺たち4人はここぞとばかりに体育館のど真ん中に腰を下ろしてワイワイやりだしたんだ。特に中身のない集会をさ。てか電気つけねえ。電気つけたら気づかれるかけど集会を始めてから数十分くらい経った頃、仲間の一人が変な動きをしだした。俺たちの会話には相槌を打ってるんだが、目線は違う方向を向いててさ、左右をキョロキョロしながら何かが気になっている様子だった。Y じゃない仲間の方ってこと？もう一人か。その様があまりにも不自然だったんで、とうとうしびれを切らして俺はそいつに問いかけた。おめえさっきから何してんだ？なんか気になるのか？いや、なんか、さっきから変な音聞こえねえか。変な音？そいつの一言で俺たちは一瞬静まり返り、お互いの顔を見合わせた。お前は聞こえたか？そう確認し合うように無言でアイコンタクトを取り合ったんだ。案の定聞こえたというそいつ以外は皆首をかしげて聞こえていないの意を示す。てか3人しかいねえんじゃねえのか。あれ3人だったよな確か。なんだよ、誰も何も聞こえてないじゃねえか。ただの幻聴なんじゃねえのか。全くおかしなことを言いやが。ずりなんだ。え、ほら今のだよ。確かにその瞬間近くからそいつの言う変な音が聞こえてきた。全員がハッと顔を上げ、こわばった表情を浮かべる。釣り？何ですか釣りって。釣り？なんか引きずってる？その音は砂利の上をすり足で歩いてるような、もしくは何かを引きずっているような変に生々しい音だった。誰かが意図的に出しているようなそんな音だったんだ。おい、まさか。見回りの警備員とかじゃ。一人が不安そうにポツリとつぶやく。せっかく楽しんでたのに警備員の登場か。まあそらそうなるか。そうかな。警備員ずりはなくねえか。見つかる前にずらかんねえとな。俺が半分腰を上げて身構えると、全員が同じようなことを考えたのか、おのおのいつでも逃げ出せるように臨戦態勢の状態に入った。 なあ、あの影警備員じゃねえか。仲間が顎でしゃくった窓の方に目を向けると、そこには背中を丸めながらゆっくりと歩く人影が見えた。いや、警備員が懐中電灯もなしにいるかね。確かにその人影は警備員のような格好をしていたから、警備員で間違いねえなと俺も思ったんだが、ちょっと待てよ、なんかおかしいぜ。
目を凝らしてみるとその人影には妙な部分があることに気づいた。ズリズリ、それはあいつが鳴らしている音の発信源にあった。何かを引きずってたんだ。とても大きな何か。暗くてよく見えなかったが、その大きな何かがあの生々しい音を立てているようだった。なんだあれ。俺がかすかな声でつぶやいた数秒後、ひっ、突然一人が口を押さえながら立ち上がった。そいつは警備員の方を見たままガタガタと足を震わせている。どうした、何か見えたのか。に逃げよう。あれ、警備員じゃねえよ。警備員じゃない、どういうことだ。完全に混乱しきった様子のそいつに俺はなるべく穏やかに声をかけた。落ち着けよ、ちゃんと説明しろって。なんで今逃げる意味が、てかこの言葉全部聞こえてると思うけど。あっちに死だ死だ、なんだ、死な植物か。死体だ死体、あの警備員引きずってんだよ、死体を、人間の死体な。そいつの言葉で俺たちは一斉に警備員の方を向いた。視界に捉えて理解するのに多少の時間を要したよ。だってさ、本当にその警備員の格好したやつは人間の頭を掴んで引きずっていたんだから。逃げろ。やばい、危機を本能で察知した俺たちはさっきまでの楽しい雰囲気が嘘みたいに素早く立ち上がり、入り口に向かって走り出そうとした。でも恐怖で早く逃げ出したいと思うあまり注意が散漫になっていたのかもしれない。キュ、入り口まであと一歩というところで誰かの靴がフローリングの床をかすり大きな音を立てた。ザッ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 ザ、瞬間すかさず砂利の上を駆け抜ける足音がこっちに迫ってくる。気づかれた、あいつに気づかれた。うわあ、すごい大きい文字で存在を視察されたとなればもうなりふり構っていられない。俺たちは悲鳴を上げながら体育館の外に飛び出し死ぬ思いで走った。真正面の入り口から隠れもせず堂々と逃げ出してしまった俺たちの姿にその警備員の格好したやつが見逃さないはずもねえ。案の定体育館から逃げてすぐ真後ろからすごい勢いで何者かが追いかけてくるのが分かった。でも相手は人間だから、こっち3人いるしダメかな。後ろを振り向く余裕もない。ただ捕まりたくなくてがむしゃらに足を動かした。後ろから追いかけてくるそいつは一言も発さない。それが余計に恐怖に拍車をかけていた。磯野、必死で走り続けていると唐突に後ろから仲間の呼ぶ声が聞こえてきた。さらにその後ほとんど間を置かずにズシャッという砂利が撒き散らされる大きな音。砂利が、思わず片足に急ブレーキをかけて振り向く。するとそこには最初に体育館に行こうと言い出したあの Y が足首を押さえて地面に伏せていた。 Y、 何やってんだ。足首をくじいた、磯野助けてくれ。 Y が悲痛な声で俺に助けを求める。俺の前を走っていた二人もその痛々しい声に反応してこちらを振り向いた。あ、他三人だから四人に来てんのか。なるほど。バカ、早く立て。二人がちぎれそうな声で Y を呼んだが、 Y はより一層顔を歪ませて首を横に振るだけで立ち上がりたくても立ち上がれないようだった。いや、演技では。そりゃそうさ、だって Y の足首からは血が出ていて相当な重傷みたいだったからな。まあ、そんなことなさそう。自力で立ち上がれそうもない Y に手を貸そうと近寄った時、追いかけてくる足音がどんどん耳に響いてきた。俺がパッと顔を上げるとそこには Y 面白いじゃねえか。ちょっと警備員の格好してナイフを握った男が追いかけてきていた。制服とナイフには赤黒いシミをべったりとつけて無表情のまま瞳孔をかっぴらいてる男がな。その姿を視界に捉えた時、俺は Y の方へと向かう足を止めていた。磯野？ Y、 すまん、すまねえ。 Y を助け起こしていたらあの殺人犯に捕まっちまう。そんな結論に達した俺は恐怖のあまり倒れる Y に背中を向けて逃げてしまった。頭の中で何度も何度も謝りながら、後方では Y の俺を呼ぶ叫び声が聞こえ、その声は俺の鼓膜に張り付いてずっとずっと反響していた。俺のことを最低な人間だと思うかい。ダチよりも自分の命を優先した最悪の白状者だって腹が立つかい。俺だってそう思うよ、情けねえやつだって。だがな、腹
話はこれで終わりじゃねえんだ。悪夢の夜が明けた翌日、友人を見捨てて逃げてしまった俺の中の罪悪感は昨晩から消えないどころか大きさを増していた。朝から胸が締め付けられるような思いで鉛を引きずるように学校へ向かって歩いていたよ。まあここまでの話だと仲間を信用できないという話じゃなく、お前が信用されないという話になりかねない。どういうことなんだ。 Y はあの後どうなったんだろう。やっぱり殺されたんだろうか。そりゃそうだよな。だってもう真後ろまで迫ってきてたんだ。あんな状態から逃げられるわけが。磯野！突然俺は強い力で背中を叩かれた。行って、誰？あまりの勢いに驚いて背後を振り向く。よ、わ、Y か。わから始まるんだ。わ、Y の。わ？ Y か。おかしくね？ちょっと待って。Y から始まるってことは、やゆよから始まらないとおかしくねえか。わ、Y かはおかしくね？まあいいか。まあまあまあ、言え、うん。語ってるわけだからな。わ、Y かでいいか。俺は別、自分の目を疑った。昨日の夜、俺が見捨てて逃げたはずの Y がそこにはいたんだ。Y は昨晩のことが嘘のように、全くの無傷で、いつもと変わらない笑顔で平然とそこに立っていたんだ。そんなお前、大丈夫だったのか。なんか連絡取ってやれや。携帯とかある時代だよね、これね。まあ、でもセコムとかは、そういう警備システムは学校にない時代なのかな。ああ、あの殺人鬼からなんとか逃げ切れたぜ。ほら、見ての通り傷一つねえだろ。Y は自慢げに両手を広げ、軽く笑ってみせる。本当に生きて帰ってきたな、来たってのか。あの絶望的な状況から。俺の脳内に昨晩の足から血を流して動けない Y と、Y のすぐ後ろまで来ていた殺人犯の姿が思い出される。まさか俺たちが逃げた後、殺人犯と揉み合いになって挙句勝ったとでも言うのか。それで隙を見て逃げたと。信じがたいことだけど、考えられる可能性といえばそれくらいだった。おめえ、実は幽霊とかじゃねえよな。はあ？バカ言わんでくれよ。生きてるよ。そっか、それならいいんだ。てか、謝ってあげろ、そこは。経緯はどうあれ、目の前にいる Y は生きている。それだけは唯一間違いのない事実だ。それはシンプルに嬉しかったし安心したよ。でもそれ以上に、俺は気まずくて Y の目を見ることができなかった。だってそうだろ。俺は堂々と Y を見捨てたんだからな。助けを求められたのに、それを見ないふりをしたんだ。とてもじゃねえけど Y に合わせる顔がなかった。それで黙りこくる俺の心情を察したのか察してないのか、Y は静かにこうつぶやいた。あのことは別に気にしてねえよ。あの状況なら仕方なかったんだと思うよ。その時初めて Y の目を見たが、その目は何も映していなかった。やばい、信頼を失ってしまった。その後特に話すこともなく別の学校に通っている Y と途中で別れて、俺は自分の学校へ向かった。学校には行ったが、なんとなく教室に行く気にはなれなくて、そのまま屋上へ足を運ぶと、すでに同級生の不良や先輩たちが数人たむろしていた。ここの学校、どこの学校に忍び込んだんだっけ。ちょっとあんま覚えてないんだけど。っていうか、まず人一人は死んでるわけだから、事件にはなってるんじゃないのかな。その情報を仕入れなくていいのか。よー、磯野。なんか元気ねえな。中島が話しかけてきてるみたいに見えるな、もう。いや、うん、ちょっと、気分が悪いだけだよ。どうやら俺たちが昨晩学校に忍び込んだことは誰も知らないらしい。詳しい事情を言うのも面倒だし、知らないならその方が楽だろう。そう思って適当にごまかし、同級生の隣に腰を下ろすと、ちょうど向かいに座っていた先輩が身を乗り出して俺に話しかけてきた。なあ、磯野。この話聞いたか。今朝うちの学校の敷地内で指名手配中だった殺人犯の死体が見つかったってよ。殺したんか。何でも警備員に変装していたらしいんだがな、体中をめった刺しにされて殺されていたんだと。殺人犯を殺しちまう殺人犯なんてとんでもねえやつがいたもんだよな。殺人犯の死体が見つかった。警備員の変装ってことは、あの俺たちに襲いかかってきた殺人犯ってことだよな。でも死んだって。しかも殺されただって。殺人犯が連れてた死体は一体誰に。いや待って、それよりも先輩、見つかった死体って一つだけなんですか。は？いやまあそうだろ。その殺人犯の死体しか見つかってねえよ。おかしい、そんなはずはない。
だってあの場に奴は引きずっていたんだ。死体を。誰かは分からない、分からねえけど確かに引きずっていたんだ。その死体は見つからなかったのか。変だ、何か変だ。なんだ、どういうことだ。磯野、おーい磯野。動揺していた俺の耳にはもう先輩の声は届いていなかった。なんだろう、食べちゃった違うか。何ですかね、死体を処理なんてそんな簡単にできないと思うけど、どっかから見つかるんかな。それから俺は殺人犯を殺した殺人犯の事件についていろいろと調べてみたが、結局何も分からず違和感の答えにたどり着くことはできなかった、はあ、4日後、あの日起きた出来事の記憶も薄れ、もういっそ忘れちまおうかと思っていたところ、俺たちは Y の家に遊びに行くことになっていた。行くの？なんか Y がさ、 Y は殺してなくて俺たちが殺人犯だと思っていたのが殺人犯の殺人犯で、 Y と、戦った人はまだ死んでないみたいな、ハッピーエンドだったらいいね。俺たちってのはあの晩学校に侵入した時に一緒だったメンバーのことだよ。俺を含めて4人、つまり Y 以外の3人で Y の家に遊びに行ったんだ。まあ一面みてえなもんだったからさ、もともと一面っていう言葉はあるんだな4人で遊ぶこと自体はいつもと変わらないことだったんだよ。 Y の家についてインターホンを押すと、 Y は少しもしないうちに玄関を開けて俺たち3人を快く迎え入れた。 Y の家は2階建ての一軒家で、 Y の部屋自体は2階にあってな。俺たちは1階のリビングを通り過ぎてそのまま2階に通されたんだけど、リビングを横切るとき、ひときわ目立つ大きな何かが目に入った。近づいた瞬間分かったんだが、どうやらそれは黒くてでかいゴミ袋みてえで、とっさに鼻をつまんじまうくらいのくっせえ匂いを発してた。わい、よくこんなもん放置できるな。捨てねえのかよ。ああ、悪い。忘れてた。せっかくだから今捨ててくる。そう言うとわいは黒いゴミ袋を掴んで、俺たちの方を見ながら顎で2階をしゃくった。お前らは先に2階に行っといてくれや。ついでに飲み物やら何やらも買ってくるからよ。Y は俺たち3人が顔を見合わせてうなずくのを見届け、さっさと外に出かけていった。いやもうなんかもう中に入ってるもん予想できるけど。でーれれれー、このアラビアンな。へえ、結構いい部屋持ってんなあいつ。うわ、テレビあるじゃねえか。贅沢しやがって。DVD なんかもいっぱい持ってるぜこいつ。俺たちは Y の部屋に入った途端、その綺麗さに驚いて口々に騒ぎ出した。なんて言ったってでけえ本棚になかなか高そうなテレビが置いてあったんだ。自室にだぜ。俺からしちゃそんな豪勢な一人部屋信じられんかったね。豪勢な部屋を見渡しつつ、俺ともう一人はとりあえず床に腰を下ろしたんだが、残りのもう一人は何かが気になるのか本棚のあたりを覗き込んでいた。どうした？なんかあったか？俺が声をかけるとそいつは顔だけを俺たちの方に向けてにやりと笑い、一つの DVD を片手に持ってみせた。なんかいかがわしいのじゃないの。なんだそれ。いいもの見つけちゃったよ。ほれ見ろ、この明らかに変な感じの DVD。 これ絶対エロいやつだってな。やばいって、人の殺し方とかだってそれ。そいつが飛ぶように見せてきた DVD は真っ白な盤面の上にマジックでその3と書かれているだけの DVD だった。これだけでエロ DVD だと思うのはいささか早とちりすぎな気もしたんだけどさ、そいつはもう絶対そうだって聞かなくてさ、この盤面はカモフラかなんかだって言い張るんだよ。まあ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 、気持ちはわかる。ああわかったわかった、そんなら見て確認しようや。 Y が戻ってくる前にだぞ。そう来なくっちゃな。仕方なくそいつをなだめるために俺がそう言うと、そいつは即座に DVD をテレビの側面にセットし、電源をつけてリモコンをいじり出した。まったく男ってばい、男って嫌ね。DVD の読み込み画面が映し出された瞬間、そいつはおーと声を上げて画面に近づく。そんな様子を俺たち二人は呆れ半分、ちょっと期待半分で見ていた。キュルキュルと音を立てて画面に映し出された映像は、どこかの固定カメラで撮られた映像のようだった。ん？もしかして最初から計画して体育館に？まさかな。言うなれば監視カメラみたいな独特のアングルだった。誰かが映っているというわけでもなく、ただ外の景色が映っているだけ。夜中に撮られたものなのか、光源もほとんどなく本当に殺風景な映像だった。でもそこに映っていた場所に俺はなんとなく既視感を抱いた。
どこかで見たことのある場所のような気がしたんだ。もっとしっかり確認したくて俺が画面に近づくと、隣で見ていたダチが小さく声を上げた。走ってくる音がする。何かが走ってくる音。そいつの言う通り、確かに映像の中で何かが走ってくる音がする。足音はだいたい二人分くらいに思えた。足音はどんどん大きくなっていき、やがて足音の主が画面に映し出された。おい、これ Y。 そこに映っていたのは逃げる Y と、 Y を追いかけるあの殺人犯だった。おそらくはあの夜、俺たちが逃げ出した後に起きたことなんだろう。先ほどから映し出されていた景色は体育館の裏の景色だと気づいた。 Y がちょうど画面の真ん中あたりまで来たとき、 Y は殺人犯に追いつかれて必死で揉み合っていた。暗かった上に遠くに映っていたから見づらかったんだが、確かに二人は映っていたんだ。二人の攻防を三人で固唾を飲んで見守っていた途中、殺人犯の方がパッタリと地面に倒れた。なんで、 Y が勝った。それで無事に逃げ延びて。そう思った矢先、画面の中の Y は地面に落ちた刃物を拾い上げて、殺人犯の上に馬乗りになって顔面や体中をめった刺しにし始めたんだ。そこら中に血や体液が勢いよく飛び散った。これ、あまりのショッキングな映像に俺たちは喉がカラカラに干上がり、冷や汗を流して画面を見つめることしかできなかった。殺人犯を殺害した Y はゆらりと立ち上がり、画面外へと姿を消した。殺人犯を殺したのは Y だったのか。なぜ殺した。あれはもはや正当防衛なんかじゃない。正当防衛の域を超えている。過剰防衛ですね。けどそれよりも疑問に思ったのは、なぜ Y がこの映像を持っているんだ。これ見ろよ。ダチが慌てて俺の肩を叩き、画面を指さす。映像はまだ終わっていなかった。画面にはまだ Y が映っていたが、今度の Y は別の死体を引きずって歩いていた。あの殺人犯と同じように。ズリズリと生々しい音を立てて。Y はそのまま画面上を通り過ぎるかと思われたが、画面の端に来たとき、こちらの方、つまりカメラの方に数秒だけ顔を向けると、また死体を引きずりながら画面外へと消えた。映像はそこで止まった。俺たちは一言も発することができないまま、沈黙だけが部屋に流れていく。あんな映像を見た後では何も話すことができなかった。Y、無事に逃げ切れたと言っていたのは。そういえば最初に体育館に行こうと言い出したのは Y だったよな。あいつ、まさか最初から全部。つか俺たち殺されようとしていたのでは。ただいま。びっくり。後ろを振り向くと Y が部屋のドアに持たれたまま缶ジュースを持って静かに立っていた。よう、ゴミ捨ててきたのか。おう、捨ててきたよ。そうか。誰も何も喋らない。俺は Y の顔を見ることもできなかった。当の Y は缶ジュースを開けてごくごく飲み始めていた。が、ある程度飲んだ後、Y は床に缶を置き、ため息を吐きながらあぐらをかいて、おめえら、今日は帰ったらどうだ?と無表情で言った。普通ならそこでなんで?とか、どうしてとなるところだが、正直これ以上この空間に居座りたくなかった俺たちはおとなしく帰ることにした。最後にまたな、とだけ声をかけて Y の家を後にしたが、Y は微笑んでうなずいたものの、目は完全に座っていた。見たこと気づかれちゃったか。Y の家からの帰り道。三人で黙って歩いたんだが、ダチが突然こんな話を切り出してきた。あのさ、Y の家って結構古いじゃんか。俺たちが階段を登った時、一段ごとにギーギーって音がしてただろう。え?ああ、それがなんだよ。実はよ、おめえら二人が DVD に夢中になってる時、そのちょっと音が聞こえたんだ。おめえらには全然聞こえてなかったみたいだけど、後ろから小さくゆっくりギーギーって。でもその音、ちょっと近づいてきたところでピタッと止まってさ。ちょっと待てよ、その音が聞こえたタイミングっていつくらいだ。割と最初の方だ。だいたい Y と犯人が揉み合ってるあたりのシーン。音が止んだのは殺人犯が倒れたあたりだ。俺の言いたいことわかるか。ひぃ、俺にはすぐ分かったよ、そいつの考えていたこと。 Y がただいまと言って帰ってきたそのずっと前に階段を登ってくる音がした。つまり Y は見ていたかもしれないんだよ。
俺たちが証拠を見ているところ、ずっとずっとドアの影から覗いていたかもしれないんだ。確証はもちろんねえけどさ。ああ、でもこの話しちまってもよかったのかな。こんなこと言ったら笑われるかもしんねえけど、実は今も視線を感じるんだよ、なんとなくな。いや、考えすぎだよな、きっと。はは、そうだよ、きっと。さ、もうさっさと次の話に進んでくれ。はえまあちょっとお前も殺人犯だからな、あんまり信用してないけどな。この話の犯その Y ってやつは実は俺なんだよまたそのパターンこの野郎みたいになりそうだから、うん、なるほどね。いや、なかなかいい話だったじゃないですか。あ、天下くんだ、黒猫ばあちゃん。相変わらずなんかほんわかする話なんじゃないでしょうね。気になるな、天下くんは。ちょっと気になる、気になる存在。ちょっといつもより行き過ぎちゃったけど、続けて撮っていこうかな。じゃあ今回は、まあ、動画としては一旦終わりになります。高評価、チャンネル登録、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。トントコトン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 。っていうか風呂入んなきゃ風呂入ってからにするから、やっぱやめます。